未確認レーザー兵器と呼ばれていた敵長距離攻撃兵器のコードネームはエクスキャリバーと判明。ミサイル防衛構想のもとに開発されたベルカの対空防衛化学レーザー兵器と推定される。情報によると攻撃対象周辺には電波障害施設、複数の対空砲などが配備され防備を固めているようだ。破壊目標はエクスキャリバーだが、先んじて電波障害施設と対空砲を破壊、その後エクスキャリバー本体の攻撃に移れ。攻撃対象が敵機密兵器ということを踏まえ、敵反撃による我が軍の損耗は免れないであろう。本作戦実行にあたり強力な援軍を用意した。共同で作戦を遂行せよ。砲の破壊を確認。